こんにちは、ミスターマイアミさん。すごい宇宙人の痕跡があるもんですね。実はね、フロリダ州にはこんな事件もあるんですよ。皆さんご存知の方もいるかもしれませんけども、フロリダ州のガルフブリーズというところでね、起きた UFO フラップという事件でございます。UFO フラップのフラップっていうのは、たくさん出てくるよっていう意味なんですよ。ですから UFO がたくさん出てくるってことを UFO フラップというわけなんですけどね。これがね、日本ではね、山梨県の甲府で UFO フラップというね、現象が起きてるそうなんですけども、これはまた別の機会にレポートしましょう。とりあえず、こちらの動画をご覧いただいて、ミスターマイアミさんにプレゼントしたいと思います。そしてね、皆さんもね、見て、うわ、不思議だなと思っていただけたら、ちょっとフロリダに興味が出るんじゃないかなと思います。どうぞ。はい、ミスターマイアミさんのお住まいのところがね、ここ画面中央のマイアミってところですけども、今日注目していただきたいのは同じフロリダ州でもですね、こちらですね、ちょっとね上の方に行ってグググッと見てみたいんですけども、この印があるところですよね。なんていうところでしょうか。ガルフブリーズというところになります。フロリダ州ガルフブリーズね、こちらの方に注目していただきたいんですけど、街並みや写真で見るとこんな感じでございます。住宅地が多いですよね。高級住宅街なのかな、やっぱり。はい、びっくりした写真が出てきますね。これがですね、エド・ウォルターズさんの撮った、これ1987年11月と、ちょっと古いんですけども、アメリカ・フロリダ州ガルフブリーズ、エド・ウォルターズでね、建設業の方ですけども、会社を経営されてる方ですよね。路上に、ほら、地面に映る UFO とか映ってますよね。これがだからね、アメリカの戦闘機と一緒に映ってる UFO ですね。これは別の方のやつか。はい。エド・ウォルターズさんの、UFO だということです。他にもですね、アメリカではこういう方もいらっしゃいます。宇宙人の遺伝子実験で生まれた、モニカ・ティルトンさん13歳ということで、これが当時13歳なんで、今はね、30歳ぐらいになってるんではないかなと思いますけどもね。いろんな方がいらっしゃるもんですね、アメリカ。興味深いですね。遺伝子操作のお嬢さんもそうなんですけども、これがですね、エドワード・ウォルターズ氏、アメリカのフロリダ州ガルフブリーズにお住まいの方でございます。これがね、当時テレビに出られた時の写真でございます。矢追純一 UFO スペシャルということで出ておりますね。で、エルド・ウォルターさんっていうのは奥さんもいらっしゃると。奥さんは大丈夫ですかね、愛想つかされてないですかね。こういう方でございます。YouTube でもちょっと探してみましょうかね。1987年11月11日の夕暮れに、建設会社の社長エド・ウォルターズがこの5枚の UFO 連続写真を撮影しました。円盤の直径はおよそ 4.2 メートル。カメラとの距離は40メートルほど。これは第1種接近遭遇でした。フロリダ州ガルフブリーズの UFO 騒ぎは1987年11月に始まり、翌年の初夏まで続きました。最初にやってきた UFO 研究グループはインチキではないかと疑って、エド・ウォルターズと彼の写真を調べました。これほど細部まで詳しく、しかも多数の写真が撮影された例は初めてでした。それで疑われたわけですが、一方でさらに別の人たちの撮った2枚の写真もあったのです。UFO が短期間に狭い地域で集中的に観測されることを専門家はフラップと呼んでいます。この時はガルフブリーズとその周辺で100人を超える人々が未確認飛行物体を見たと証言しました。その一人が地元の副保安官マイク・ディレイでした。エド・ウォルターズは次々に写真を撮影し、UFO 騒ぎが終わる頃には40枚ほどになりました。その中には細工をしたり、模型を使ったものではありえない写真もたくさん含まれていました。地元紙の記者にエド・ウォルターズを疑う者はいませんでした。しかし、疑念を拭いきれなかった UFO 研究家たちは、彼にもっと確かな証拠を求めました。絶対にインチキができないように密閉したカメラを渡したのです。彼はそのカメラでこの写真を撮りました。距離は20メートル以内で、物体の長さはわずか1メートル。UFO 研究家はこれを偵察機と呼びました。エド・ウォルターズは UFO 写真が撮れるのは得意な能力があるからだと説明します。UFO が現れる直前、頭の中でブーンという音が聞こえるというのです。おかげで彼はたくさんの写真撮影に成功したのです。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりね、不思議なことってのあるもんですよね。フロリダ州ガルフブリーズのエド・ウォルターズ氏、そしてですね、モニカ・ティルトンさんね、モニカというね、宇宙人との遺伝子操作で生まれたスペースエイジ、宇宙人の子供ということでございますけども、地球にもね、宇宙人からもたらされた子供、そして宇宙人そのものがもう地球に住んでいるということをね、言う人までいるそうなんですけども、宇宙人がね、一時期住民票を取って暮らしているとか、ドイツではクーベンザイア星人っていうのがね、自分の星に帰るためにアルバイトをして、ガソリン代を貯めてるんだみたいなこともありましたけども、まあ、果たしてね、UFO が地球上のガソリンで動くのかっていう問題とかね、木星で UFO が座礁したとかね、パンクしたっていう説もあるんですけども、そもそも UFO がパンクするようなタイヤを持ってるのかどうか、いろいろとね、謎は深まるばかりでございますけども、まあ、宇宙人というのはね、とかく謎が多いわけです。これから、ミスターマイアミさんのレポートに期待したいと思います。それではよろしくお願いします。